皆さんどうも、本日はですね、最高のツナパスタということで、あるね、隠し味を入れることで格段に美味しくなるツナパスタ作っていきたいと思います。はい、多分ね、いろんなレシピあると思うんですけども、僕のレシピは多分世には絶対出てないと思うので、今回はめちゃくちゃ美味しいツナパスタの作り方を皆さんにね、お伝えできたらなと思っております。ということで早速作ってまいります。で、まず料理を始める前にね、これはね、ちょっとね、お伝えしたいことがあるんですけども、コメントくださったんですよ。これ僕滑るからおすすめしないよみたいな感じで動画出したんですけども、コメントでね、100均のこれシリコンラップを下に引くと滑らないですよみたいなコメントをいただいてありがとうございます。もう早速買って使ってみたらマジで滑らない、全く。これ僕もね、めちゃくちゃいいなと。これ持ってる方はおすすめだなと思うんだけど、僕はね、でもね、やっぱりこの商品はやっぱこのあれば滑らないんだけど、これをあればっていうのがもう僕的にはちょっと毎日するじゃないですか、料理って。そのひと手間が僕はね、あれなん、ちょっとね、やっぱ許せないんで、おすすめはやっぱできないんですけども、この100均のシリコンラップはマジでおすすめだと思います。めちゃくちゃ良かったです、ありがとうございます、教えてくださって。はい、っていうことをまずお礼も踏まえてお伝えしたくて。はい、ということで早速作っていきたいと思います。今回はですね、茹でたパスタを和えるだけっていう感じの簡単レシピになってますが、包丁使う作業はこの大葉をカットするだけですね。大葉あればあるほどさっぱりしてめちゃくちゃ美味しくなるので、ぜひ入れてください。今回は10枚ですね。こちらを洗って水気を切ります。で、この根元の部分だけちぎって、あとは包丁でカット。細切りね。で、こんな感じで細切りにカットできたら、僕はですね、水気取るのもあるんですけども、アクをね、少し出すためにこうやったら少し握っちゃいます。これで水気もね、取れるんで完璧ですね。香りも出るんでとっても素晴らしいですよ。はい、これで大葉の準備は完了。包丁使う作業は以上です。あ、で、いつも使ってるまな板、あれがね、僕的にはやっぱずれないし一番いいんですけど、やっぱ大きいんで、やっぱさ、包丁使う作業これだけのためにさ、大きいまな板出したくないから、ちょっとこう小回りが利くまな板が欲しくてこれを買ったんですよね。まあ多分でもまた購入すると思うんで、その時また紹介できたらなと思います。では、あえるパスタのソース作っていきます。まずは醤油大さじ1、あごだし大さじ1、本だし小さじ1、砂糖小さじ1/2、ツナ缶は2缶 70g 2缶ですね。これはパスタの絡まりも防ぐために油ごと全部使います。旨味でもあるんでね。あと前もね、お伝えしたかもしれないけどね、このスプーンあるじゃないですか、これカマトラの釜飯を買ったらついてくるスプーンなんですけど、これマジで万能。この細さがちょうどいいんですよね。これおすすめ。こっからが隠し味でございます。米酢、こちらは小さじ2。まあこれ普通のお酢でも大丈夫です。熱いパスタ入れるんで酸味は飛ぶんで、ただこっちはよりまろやかなんで。このね、お酢、酸っぱくなるわけじゃなくて、このお酢が入ってると、まあ最後まであっさりさっぱり食べられるっていう、そのお酢の味はしないけど、あれ、なんかこのパスタさっぱりしてて美味しいなっていうのはやっぱお酢のおかげだし、あと味が決まるんですよね。僕のサラダパスタの時も使ってるんですけど、お酢はね、パスタ料理に入れると味が決まります。で、これですね、じゃん、わさびです。こちらも熱いね、パスタ入れると風味は飛ぶんですけども、最後にね、追いわさびしてもいいし、最初にこれ入れとくと、これがね、本当にね、あるとないとじゃね、わさびはね、わからないんだけど、食べてる時はもうね、めちゃくちゃ美味しく食べれます。これ本当おすすめ。別にわさび入れたからってお子さんが食べられなくなるわけじゃないんで、結構たっぷり入れます僕は。
で、最後にブラックペッパーとオリーブオイルも入れるんですけど、それはパスタ入れた後にします。そしたらこれ、あとは和えとくだけです。もうこれでパスタソース完成。簡単でしょ？簡単だけど、もうやっぱあのさっきの隠し味入れるだけで、めちゃくちゃ美味しいので、ぜひ試してみてください。はい、あとはもうパスタが出来上がるのを待つだけです。ではパスタ茹でまーす。塩。はい、じゃあ行きまーす。7分なんで6分30秒。そしたら茹でたパスタ入れます。水はね、そんなに、お湯はそんな切りすぎなくて大丈夫。じゃあよく和えたら、さらにちょっと僕は追いわさびします。で、ほんの少しオリーブオイルで、コクを出したい方はここにバター少し入れてもめちゃくちゃ美味しいです。で、ブラックペッパー、お好み量かけたらさらにちょっと混ぜます。めっちゃいい香り。はい、そしたらここで少し味見してみてください。うん、完璧。ちょっとね、塩味が欲しかったらこれちょっとお塩足してもいいですよ。そしたら大葉入れます。はい、こちらで最高にうまいやみつきツナパスタ完成です。じゃあ、あとは盛り付けて実際食べていきたいと思います。こんな感じに盛り付け終わったら完成です。では早速実食していきたいと思います。いただきます。綺麗に盛ったね。どうぞ。もういただきます。ラクベースの、え、これでもマヨネーズ入ってないんだよね。入ってない。なんかね、ツナマヨみたいなコクもあるんだよね。いや、それやっぱりあれだよね、あごだしと本だし2種の和風だし入れてるからっていうのもあると思うけど、うん、あとはやっぱりお酢も入れてるし、あと砂糖も入れてるから、甘みと酸味、ね、甘みと酸味のいろんなバランスがいい感じに合わさっててめちゃくちゃ美味しいです。で、酸味はこうちゃんが言ってないぐらいなんで絶対わかんないです。わかんないけど、うん、サラダパスタの時と同じように酸味がちょっと入ってるだけで全然味の決まり方変わってくるんで、まず隠し味にそれは絶対入れてほしい、うん、で、これはもう絶対わかんないと思うけど、やっぱわさび。あ、でも言われたらわかるかもしれない。全然辛くはないよね。うん、これがね入ってるとね全然違うんですよ、マジで。本当におうちパスタとはちょっと全然違う。違うね。うん、やっぱこの大葉たっぷり入れてほしいね。ね、いや、俺マジで本当にこのツナパスタだったらマジでお店出せると思う。マジでうまい。たまにやっぱり辛くはないんだよ、ただわさびの風味はする、口に入れた瞬間に。うん、
だこの清涼感があるからマジで飽きずにずっと食べてられる。いくらでも食べられるね。こちゃんが言ってくれたようにオーバーマジでびっくりするほどいっぱい。普通さんま10枚って使い切らないじゃん、うん、もうこれに関しては余裕で使い切れるよね。もうでもこれ大葉がなくてもお子様大好きな味だと思う、うん、うん。ということで本日はですね、はい、茹でたパスタに和えるだけでとっても美味しい最高のツナパスタを作らせていただいたんですけども、動画でもお伝えしている通り隠し味にねお酢とあとわさび入れるだけで、あの最後まで飽きずにあと味が決まる感じの味付けになるんで、うん、ぜひ試していただけたらなっていうのと、今回あの和風パスタっていうことでわさび使ってるんだけど、これが例えば納豆とかあるじゃないですか、うん、納豆とかには逆に和がらしとか少し入れてあげると同じような効果があって、あの最後まで飽きずに食べられるっていう感じですね。めちゃくちゃ美味しいのでぜひ試してほしいなと。あとこうちゃんが言ってくれたように、あの大葉がね抜きでもあのお子様がねめちゃくちゃ大好きな味付けだと思うんで、うん、僕がそもそも和風パスタ大好きなんですけど、もうこの味付けだったらもういくらでも食べられるっていう味付けになってると思いますので、うん、ぜひ試していただけたらなと思います。はい、美味しかったです。ということで本日は以上になります。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね、バイバイ。